南フランスプロバンス地方で防状祭のトレビューシェ投げる仕組みトレビューシェットは固定式の工場用兵器の一種、平行重り投石器とも訳される。巨大な重りの位置エネルギーを利用して石を投げる。工場用の投擲兵器としては後発にあたる。大型で威力と安全性に信頼のおける加工が出現するまで利用された。 動物の剣などの弾力を利用するバリスタなどの他の投擲兵器と違い、岩石などを詰めた箱の重量を利用するので、大きく作ればそれだけ威力が増した。また、詰め物の重量を変えることで、射撃距離を自由に調整でき、精度も高かった。この投石器は、最大のものは 140kg の石を、最大300メートルも飛ばすことができた。小型のものや原型となった。 マンゴネルは重りではなく人力で投擲し、その際は竿にかけた何本かの紐を複数の人間が同時に引くことで投擲した。石のほか、伝染病が当該地域に蔓延することを狙って人や牛の死骸を目標に投下することもあった。よく似た兵器としてカタパルトがある。こちらは威力や射程はトレビューシェットに劣ってはいたが移動できたので、 トレビューシェットの登場後も併用して用いられた。中国においては、三国時代に、壁歴者と呼ばれた投石機が発明されていたが、マンゴネル同様に人力によるものであった。元軍による南宋の都市常用の包囲攻撃の際に、トレビューシェットが導入された。ペルシアから来た、海峡との技術者により導入され使用されたので、常用法もしくは海海砲と呼ばれる。 ヘキ歴者の石段の投射能力が 48kg が限界だったのに対し、常用法は 89kg の石段の投射能力があった。アルキメデスが発明したという伝説も伝わる。シラクサに侵攻した古代ローマ軍をアルキメデスの発明した新兵器が撃退したという逸話、は、アルキメデスがテコの原理を発見していることが根拠とされるが、 その後の歴史を見るに信憑性はない。最古の記録は1165年とローマによるものである。また、東ローマによる1 9 9 7年のニケア包囲戦で使用された投擲機が最初のトレビューシェットである可能性がある。ありがとうございます。